い、こんにちは、こんばんは、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。ゴスケです。さーて、今日はレザークラフトのビジネスを始めるためのステップ、イエーイ、そんなテーマでやってみようと思います。はい、という感じでね、前回に引き続きテンション引き若干低めでございます。なんかね、お疲れモードなんですよ、まあじゃあ仕事もすんなよって感じなんだけど、まあね、そんな体力を使う仕事でもないんで、運動をちょっとね、今日はお休みしようかなと。おお、でも考えてみりゃ 4,50 日連続でずっとね、1時間は汗をかいてきたんで、1日も休まなかったですからね。今日ぐらい休もうかなと思ってます。だってさ、夕方雨降らねえんだもん、降っててもやんじゃうんだもん。そんな感じですね、はい、よいしょ。いや、何もしないでいるのも苦痛だしさ、かえって疲れるじゃない。だから俺は今日は走らない、散歩だけって決めてても、歩いてるうちにだんだん体が温まってきたら、ちょっといけるんじゃねって、タッ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 と走り始めちゃうのよ。それがいかんのだよな、それがいかんって思うんだけど、よいしょ。さあ、オイルあるかな。いや、最近暑いからオイルすぐなくなるよね。揮発しちゃう、この部屋に置いとくと。まあ日中エアコンかけてる時はいいけど。一瞬だけつく。ついた。あ、ついた。はい。これにカードがあるね。カードがいっぱいあるのよ。切れた ETC やら何やらかんやら。まあこれ、ね、お財布やら何やら作ってる身としては、カードいっぱいあるといっぱい、こう試しにほらね、サイズの確認のためとかに使うから置いてあるんだけど、これはもうね、コバもざっくりこう、なんていうのかな、鳴らしてあるというか、表面をささっと整えてあるので、あとは磨くだけですね。まあ整えるのもね、これを念を入れてから整えた方がいい場合もある。なんだっけ、今回のテーマ、そう、レザークラスのビジネスを始めるためのステップっていう、まあ大層なテーマなんだけど、これはさ、あれね、それだけじゃなくて、すげえいっぱいあるの今タイトル。どんぐらいある？ 100 以上ある？ 150 ぐらいある？タイトルだけわーっといっぱいあるの。これはね、チャット GPT さんに、ね、教えてもらいました。もう何やらいいの俺、動画もう思いつくもんねえよと思って、タイトルだけでもと思って、言葉をいろいろ変えてね、こういうのは何、ああいうのはどうしたらいいと思うみたいな質問をしたら、パラ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 いっぱいタイトルだけくれたんで、そのタイトルに沿ってね、いろいろ喋っていけば結構持つなと、結構持つなと、半年分ぐらいあるんじゃねえかなみたいな。でもそのタイトルで俺に何を喋れって言うんだよみたいなもんもあるから、全部が使えるわけじゃないんだけど、まあね、レザークラフトに関連するものがちょいちょいあるので喋っていこうっていう、そんな感じで進めていこうと思うんだけど、まあみんながやったらみんなが同じようなタイトルになっちゃうかなとも思うんだけど、まあこんだけ長くやってるからいいでしょうね。はい、ってな感じで、今回はレザークラフトのビジネスを始めるためのステップです。まあ俺もね、完全な専業の革職人っていうわけではないので、まあ道半ばというか、別にこれはこれで一つの形としてあってもいいだろうなと俺は思ってるんだけど、
今のこのご時世さ、あのちゃんとした店舗を構えてね、でこの手仕事でこのアイテムを作って売るって結構リスキーだと思うんだよね。売れなかったらどうすんだいっていう話だし、だからステップとしてまずは簡単に今 EC サイトが作れるでしょう。これも利用してます、ベースさんとかね、まあメルカリでもいいですよ、ヤフオクでもいいですよ。で屋号を作って税務署に届けて開業して、で他の仕事あってもいいと思う、あった方が逆にいいと思う。でこう並行して進めていって、まあでもね、どうしても物を作るっていうのは時間がかかるから、時間的な制約っていうのはあるけれど、ある程度予行演習っていうか、こういけるなっていう、いけるなと思っても残しておいた方がいいな、あの兼業でやっといた方がいいなって場合も多いと思います、うん、まあ俺はね兼業です、はい、副業とは思ってないです、兼業です、うん、これでまたねやんや言うのがいるんだよ実際には。正直な気持ちを言いましょう。いや、やめとこうか。うん。で、なんだろうね、そういう雑音は耳に入れないこった。俺は俺だ。うん。俺は俺だし、よそ様はいろんなやり方もあるだろうよ。何？専業でこれ一本でやってるから、人から見たら、どう映るのかとかね、それで面白くねえと思う人もいるかもしらんし、そういうのにやんや言われたことも過去にあるけれど、知るかよっていう言っちゃったよね、はい、それぞれいろいろ形があっていいと思うし、人にやんや言われるものじゃないと思うよね、うん、まあ俺は結構特殊な環境にいるんで、長い時間このレザーに関われるんでね、毎日8時間週ね5日間どこかに通わなきゃいけないっていう仕事をしてるわけではないので、できるんだろうなっていうのはありがたいと思うけど、そういう中でやるんだったらやっぱりね、寝る時間削るのはおすすめしないけれども、本当ね会社から帰ってきてね寝るまでの時間をどれだけ有効に使えるか、また休みの日をどれだけ有効に使えるかっていうことになるけど、本気で取り組まないとね、なかなか時間っていうのはね、割くことができないっていうのはもちろんあると思います。でもそうやって一つ準備段階を経て、うん、やるのがいいんじゃないかな、安全策というか。でもな、それでだからリスク考えないとさ、そんなもんリスク考えてね、恐る恐るやってるやつに結果なんか出るかいって言う人もいるでしょうよ、うん、根性でドーンってね、脱サラして始める人ってうまくいってる人もいるだろうよ、それはそれだし、そういう人から見たらなんかこう半端もんっていうかね、そういうふうに思えてしまうかもしれないけど、そういうのでね、やんやもし万が一言われたとしても、じゃあお前責任取ってくれるのかよっていう話じゃない？
だ十分にね、あの準備してっていうのは大事だと思いますよ。うわ、なんかエアコンの風が冷たい。かといってこれ設定温度を下げると熱くなるんだよな。ああ、なんでもない、なんでもない。だまずは、でも屋号を決めてとか税務署云々と、まずは販売云々じゃなくてね、楽しいんだから、いろんなものを作って楽しむっていうことが大事だろうね。どうしたってやっぱりビジネスって考えると、途端にぐんとこう、なんていうかな、世界が狭くなるっていうか、自由な発想で自分の好きにやるっていうところから、利益を出さないとならんっていうところにシフトするわけだから、となるとね、ガーンとこうガツンと世界が変わっちゃうっていうか、これはまあしょうがないじゃん。ここをなんていうのかな、平らにし一緒くたにこう捉えると、あんだあいつプロの癖しやがってよとか、なんていうのかな、本職のくせに大したことねえなとかっていうクソ粉生意気な意見も出てくるわけだよね。その値段取っといてこれかよとかね。じゃあお前やってみろよっていうところなんだけど、そこにはね、時間的な制約があったりなんだりがあるから。でもまずはステップとしては、そういうこと考えずに自由に行けるとこまで行く。もう例えば小刃一つ取ってもさ、俺はもう何もうこんだけで仕上がっちゃってますよ。まあこれで仕上がるようにね、こういろんなものも吟味して配合して作ってきたけれど、磨いてまた細かいのでこうやってまた磨いてとか、ろうを塗って染み込ませてさらに磨いてとかね、おお、これ顔映るんちゃうとか、別にそういうのができて、で今はここまでっていう線、その上を知らないでここまでだと、ここが上限になっちゃうじゃん。じゃだからいろんな引き出しを作ったりなんだりっていう意味もあるし、ね、上限を知ってこんぐらいでいいだろうというラインを作る作業とかさ、があるわけですよ。それをね、今ちょっと言ったら、あのクソ粉生意気なっていうのは、それを知らんどいて上ばっかり見てるから、ちょっと待って待ってと、別にそれできなかねえけど、それやると思ったらこれ値段をこれじゃ収まんねえよなとかいうのがあるわけだよね。職業としてね、ビジネスとして捉えると、俺もね、それはもう誰もが通る道だと思うんだけど、俺も最初はそう思いましたよ。もちろん街中で売ってるものを見て、そこにさ、さらにあれだよ、俺たちって言っちゃいかんか、俺みたいなこういう小規模でやってるところっていうのはまだいいけど、これにいろんな固定費がかかってくるでしょ。店舗があったり、輸送費があったり、人件費があったりね、人を雇ってたりなんだりすると、それをペイするためにね、勝負するのはやっぱ外注さんに頼んで数をドーンと上げて、で数多く作って、でそこでね、
いろんな利益を考えてっていう作業がもちろん必要になってくるんだろうけど、そんなことも知らずにねえ、こんなの俺でも作れるわとか、俺も思ってましたよ最初は。そうじゃねえよっていう世界がビジネスだよね。うん。でまあモデルケースとしてなんだろうな、こう小規模でリスクなくちょっとやってみようかなっていうのは、俺ところみたいな感じがいいんじゃないって思うけど、まあ判断するのは皆さんなんでね。あのビジネスとしてやろうと思うと急につまんなくなっちゃうことももちろんあるんだけど、なんだろうね、実際にやるビジネスにするしないにかかわらず、こういうことをずっとしてるってことは、兼業だったらもう一つの仕事いつだってやめてあるぞという心の余裕にもなるじゃん。もう俺はこの仕事でしかないんですみたいな、クソ面白くない仕事があってね、でもクビになるわけにはいかんし、下げたくもうね、頭下げてへいこらせなきゃいけないこともあるよやっぱり、あの組織の中に入ってたりするとね。俺なんかこのこっちの仕事は、お、ね、まあ、お言い方悪いけど、お客さんがいてこうなんだかんだこう言われたら、もう男いきやがれじゃないけどね、え蹴ってくれと言えるわけだ。もう あんたには売らないで終わるわけじゃん。でもね、実際そうじゃないところにいたら、組織の中で働いてるとそれが言えない場合もあるだろう、やっぱり。だからといって癇癪を起こしてやめちゃダメだと思うんだけど、でもね、一つこういう世界を自分の職業と別に持っとくことによって、いや踏み込んじゃだ、あの早まっちゃダメよ、早まっちゃダメだけど、心の余裕ができるっていうのかな、こう嫌だったらいつでもこっちへシフトすりゃいいやって思ってりゃ、実際にやるとなると大変だとは思うよ。だから早まったことはしちゃダメだと思うけど、心の余裕がねあれば、腹が立ったところでこれいらんトラブルが防げるっていうか、心の余裕があれば、あ、またかとこう頭下げといて、心の中でベッと下の出しでいいじゃんっていう心境にもなりやすいんじゃないかね、うん、って思います。はい、なのでね、こういうステップを踏むっていうのは俺はいいんじゃないかなと思いますけど、まあだあれよね、サラリーマンやってると定年っていうのがあるから、定年後のっていう考えると、それでね準備しとくっていうのはありかもしれないよね。まあダメでうまくいかんかったら、でも定年後のって言えや、ほら年金とかっていうのももちろんあるだろうし、それこそ時間が結構自由になるバイトと併用してもいいじゃない、バイトと兼業みたいなね。まあやり方はいろいろあると思います。はい、そんなに肩肘張らずにね、やっていけるのも、うん、いいなんていうのかな、そういうことができる職業だと思います。はい、ちょっと真面目にいろいろ喋ってみましたってな感じで、今回の動画は終わろうと思います。すげえ長く話しちゃった。じゃあね、バイバイ。